こんにちは、ジアです。今日はですね、今時期ちょうどな大人のアイテムが入ってきたんで、またちょっと商品紹介なんですけど、よかったら最後まで見てみてください。はい、でちょっと早速なんですけど、今回こちらです。シャツですね。そうです、このシャツです。はい、でこれ商品名が、カジュアルドレスシャツっていうシャツなんですけど、カジュアルドレスシャツ、はい、ちょっとイメージ的にはスーツなんかで着るシャツではなくて、はい、どちらかというと僕らが最近よく履くチノパンとか、うん、デニムとか、まあ、こういうプレパンとか、ちょっとこのやや太めのストレートなボトム、はいはい、まあカジュアルのこういうちょっとボトムにすごく相性がいいっていうシャツですかね。あとまあトップスなんかはやっぱこういう革ジャンとかにすごくハマるっていう感じのシャツです。はい、で前に紹介したこのシャンブレーなんかもすごくいいんですけど、シャンブレーはまあワークウェアなんで、すごいこうガシガシ切れて、まあ味も出て雰囲気はすごい大好きなんですけど、それとはもう全然別物っていう感じですかね。はいはい、そうですね。はい、なんでまあどっちかっていうと結構こうちょっとビシッと決めたい時に、着るようなシャツっていう感じかな。はい、確かに。で、まずこれも、生地なんですけど、はい、生地はブロードっていう生地を使ってます。メイン100のブロード、はい。でまあこういうシャツって大体まあブロードか、ちょっとまあアイビーっぽくなるとこうオックスフォードとか、はいはい、とかボタンダウンとかだ、大体その2つかなっていう感じなんですけど、今回はこのブロードにしてまして、まあ、なんでこう表面もちょっとこうツルッとするんですけど、でこれもシャンブレーの時みたいにブロードも結構いろいろ種類があって、まあ、一般的に多いのは40、50、60っていう感じのブロードが多いんですけど、これは100層っていう100層のブロードなんで、100層、はい、100なので、その数字がまあこれ高いければ高いほど糸が細いで、まあ数字が低ければ糸が太いってことなんですけど、なのでこれは糸がすごく細いです。なのできめ細かくてしなやかっていう感じですかね。はいはいはい。もうシャンブレーとは全然別です。そうですね、はい、シャンブレーはこれ20のシャンブレーなんで、すごくシャツにしてはもうかなりこの糸が太い、生地が結構ごついっていうのがポイントだったんですけど、これとは別です。これはもう完全ドレス。確かに。で100層とか120層とかだと結構高級なドレスシャツで使うことが多いっていう感じのブロードですかね。はい、次形なんですけど、はい、形はこれレギュラーカラーです。この普通のレギュラーカラー、大きすぎず小さすぎず、そうそうなんです、絶妙な大きさ。これは、はいはい、438って呼んでるんですけど、角度が少しこうあるというか、はい、まあ、もうちょっとこうドレスなんで、はい、そういう感じにしてます。で、あとこの一番のポイントはこの前立てがないっていうところがポイントですかね。はい、このシャツに。確かに前立てってここの部分です。シャンブレーでいうとここ、そうですね、はい、で、前立てを外してるので、あえてなので、こういう革ジャンなんか着た時にすごくいいかなと。ちょっとこうこなれて見えるというか、確かに男っぽいというか、よりすっきり見えていいですね。そうそうね、はい、まあ、前立てあってもいいんですけど、あるとちょっとこうもうちょっと硬いというか、イメージ的に。確かに、はい、で、あとはサイズ感、生地はこれすごいドレスなんですけど、サイズ感はちょっと大きめです。身幅もあるし、で肩幅も結構あります。はいはい。でアームホールもあって、アームも結構太いっていう感じですかね。そうですね。なんか大体ドレスシャツってこうなんか背中がシェイプされてたりとか、あ、そうね、割と結構細くイメージですよね。そう、100層のブロードなんかっていうと大体細いものが多いと思う、結構スリムなものが多いかなと思います。はい、だけどこれはもうあえてその細くしないで、まあ、こういうものに合わせたかったんで、はい、もともともそうなんですけど、なんで前立て外してサイズ感も結構あると、だけど作りは結構ドレスっていう
まあ、こういうアームホールなんかはこれ折り伏せですし、はいはい、折り伏せのこの1センチ、ステッチが1センチなんで結構ドレスっぽいですし、でこのあの何脇の脇も折り伏せの、こっちは5ミリなんですけど、はい、こっちは5ミリ、はい、こういうところと、あとあのカフス、カフスもこの可動落としにして僕好きなんですけど、はい、ここ可動落として肩ボロのここってなってバランスが合ってくるっていう感じ。いいっすね。なんでまあサイズ感とかはそんな感じで、これ2サイズあって0と1番なんですけど、はい、僕今着てるのも、これはホワイト0ですね。はい、そうなんでこういう革ジャンとかとすごくね、そうですね、いいかなと思うんですよね。そう、革にね、あの着た時にこう中に着るシャツが欲しかったんですよ。はいはい、その時にちょっとこうワークウェアっていうかはもうちょっとこうピシッといく。あ、はい、はいはいはい。でしてこれ色もそのブロードの中でも、その100層ブロードの中でも結構このホワイトでもいくつか種類あるんですけど、はいはい、すごいホワイトに近いこのサラシホワイトっていうのをしてます。サラシ、はい、いつも結構ねこういうのをホワイトとかで作ること多かったんですけど、そうですよね、そう今回真っ白にしてます。でブラックもそのこれピュアブラックって言って、はいはい、ブラックいくつかあの色あるんですけど、一番濃いブラック、一番濃いブラック、一番ブラック、一番ブラック、はい、あのピュアブラックっていうのですこれ。シアさんちょっとやばいっすよ。一番ブラックはやばいっす。いいんですよでもこれ。でも深い、色味が深いというか。そう。はい、でボタンも全部真っ黒。これ白いボタンとかつけるとすごい急にすごい軽くなっちゃうんで。確かに。はい、真っ黒にしてます。で白には真っ白。今白ですけど、今チン君にブラック着てもらってるんで、ちょっといいですか。はい。実は僕も着てました。着、はい、てもらい、はい、着てもらってましたけど、こんな感じ。ブラックですね。はい。はい、僕はブラックで、今回トラックジャケットと合わせてみました。特にトラック。はい、ブラックトラックで。いいですね。はい、似合うな。似合いますよね。似合う。いや、似合うなと思ってですね。一応パンツはインディゴ。ボトムはインディゴ。はい。インディゴにまたブラックも合うね。かっこいい。いいですよね。いい、いい。で、プレントゥーデっていう感じで。はい。いいですね。合わせてみました。はい。結構俳優みたいじゃないですか、今。大丈夫ですか？海外の。ちょっと脱いでみます。ごめん、ちょっと今。ちょっと真面目に。真面目にやるぜ。正解です。反応でやる。脱ぐとかちょっと。一応脱ぐとこんな感じです、はいはい。いいですね。結構身幅もありますし。うんうん、割とこれ結構あるよね、やっぱり。そうですね、はい。肩もあるし、アームも結構やっぱこう見るとすごいあるんで。そうなんですよ、はい。やっぱこういうちょっとブロードシャツって、はい、ちょっと今あのピタッと着るの気分じゃないかなというか、はい、まあ、これぐらいで着た方が。確かに。そうなんです。かっこいい。そうっすよね。はい、で結構僕あのシャツとか、はい、結構トップまであの止めること多いんですけど、はいはいはい、このシャツってやっぱこう一個取って、ちょっと崩していきたいなっていうのは、ね、はい。これはこう上ちょっと開けてたいよね。そうっすね。なんならちょっと日によって2個とか開けたいっすね。そう、はい、大丈夫。はい、あ、ちょっと。リトルシーンが出てきちゃうんで、今日はやめときます。はい、そうですね、ちょっとやめてもらっていいですか。入りぐりもかっこいいですよ。ここの抜けというか、ここもこう綺麗に収まりいいし、うん、ここの襟も変に上がってこないし、はい、こう特にこうトップ開けてるとね、この横の、そうですね、横のラインもすごく綺麗に見える。はい、だからやっぱりあの着ていて楽ですもん。あ、そう、はい、そうだね。いや、なんかこのブラックのシャツって、うん、あんまりこう着るイメージないんですけど、はいはいはい、なんかヨーロッパの人結構着てるよね。あ、でも確かにそうっすね。特にパリとか、うん、すごい黒 の, あのこういう、まあ、ブロードというこうシャツ着てるイメージ。確かに。でよく結構その夜とか飲み歩いてるって感じ。はいはいはい、はい、でも本当あっちの人って割とこういうブラックのシャツをもうさらっとデニムと合わせたりするじゃないですか、うん、はいはい、そうね、あの雰囲気っていいですよね。いいよね。でも出てる、その雰囲気出てます。出てますよね。出てる、いい感じですね。はい、でこれ僕ら、2人とも、まあ、2サイズの下のサイズ0番を着てます。そうですね、はい、0番ちょうどね、
いいですね。まあ出すとこういう感じですよね。はい。いいですね。いいですよね。はい、ありがとうございます。はい。っていう感じですかね。はい、やっぱ、やっぱ僕らぐらいの年齢になると、はい、なんかこういうちょっとドレス寄りのシャツ、うん、やっぱ持ってていいっすよね。そうね、はい、はい、あ、でもそう思います、本当に、うん、あのそう、やっぱちょっとこう、夜こう出かけるとき、まあ、まあ別に夜じゃなくても出かけるときとか、まあこういいレストランにちょっと彼女なんかと行くときに、うん、まあこういうシャツなんかこうやっぱ着てると持ってるといいんじゃないかなと思います。うん、そうっすよね。こうシャンブレーとかアメリカンクラシックもいいんですけど、今回またちょっとヨーロッパっぽいというか、なんかそういうシャツでしたね。そう、そうですね、完璧じゃない。そう思いますよ。はい、はい、その通りです。はい、っていう感じですかね。はい、そう、あとまあ今このシャツもオンライン揃ってますし、うん、今あの僕ら着てたこのレザー、はいはい、革ジャンなんか僕着てるこれなんか、これあのジアーズレザージャケットって言うんですけど、うんうん、これも今ちょっと完売してるんですけど、もう今月中に再デリバリーあるんで、はいはいはい、ぜひチェックしてもらいたいなと思うし、あのシンくん着てたトラックもまた入ってくるんで、うん、まあ、どんどんこれからその辺も揃ってくるんで、ぜひそっちもチェックしてもらえたらなと思います。楽しみですね。はい、っていう感じですかね。そうですね、あと、はい、このヘンソン、前回あの紹介したヘンソンなんですけど、はい、これあのおかげさまで結構あの今人気がありまして、ちょっと今型がこうなんだろう揃ってないんですけど、サイズも微妙、まだあるんですけど、ちょっとサイズもちょっとかけてたりして、これもあの今リオーダーかけてるんで、はい、次早ければ11月中ぐらいにはまた入ってきますし、まあ遅くても年内ぐらいにはまた入ってくるんで、ぜひそっちもその時、今回ちょっと逃しちゃった方はぜひその時チェックしてみてください。はい、はい、っていう感じで、はい、今日も最後までありがとうございました。じゃあ、あと皆さんぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあまた近々お会いしましょう。バイ。Call it what you want. My dog hit my line, I hit him back like what you on. I'm like ooh. Hit the park at one. Took a right turn and now we back inside the gulch. I'm like ooh. And you know what? That get dedicated, get the music just to blow up. Every year that pass, I feel the pressure as I grow up. Way more pressure on me now than ever, but I'm so stuck. Started chasing money, got a bit and I glowed up. So why the fuck I'm sick as hell about it?